時は今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自分のパジュラを蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつか出会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオン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 樹さんはカルマの力によって憑依獣となり相馬さんとのそして前期との壮絶な戦いの末その悲しい生涯を終えた。でも私たちのカルマとの戦いはまだ続く。そうよ、あの時前期の放ったあのものすごい閃光と高熱は一体何？禁断の必殺技ルドラ、あれがそうだったというの？樹海のやつめ、こんな夕飯時に遊びに来よって。樹海和尚らしいわ。うん、趣味ったらめ、食事代も貸したいと見える。和尚様、それ本当ですか？本当じゃって。わしが思うに、あのドラ焼きとか申す術というのはだ、ルドラです。そう、その術こそ前期殿にとってまさに諸刃の刃なのじゃ。凄まじき破壊力を持つ反面、前期殿の体力をことごとく奪い取ってしまうという、それは途方もなく危険な術なのじゃよ。要するにルドラは二度も三度も使える術ではないということですね。うん、和尚様、これは一大事ですよ。さよう、よいか栗林、くれぐれもこの話は千秋や大姉様の前では言うてはならん。特に大姉様はもう年じゃからな。この局面にこういうショッピングな話でたちまち猛録されてはわしらの身が持たぬわ。ショッピングじゃなくてショッキングでしょ。いや、何しろ大姉様と来たら近頃とんと耳が遠くなったらしくてな。いたー樹海、あいにく全部聞こえておるぞ。はーて、何のことだったかの。この大ボケもんめ、そこへ直れ。ババ様、乱暴はいけません。うん、話さぬか。ババ様、ね確かに主らの言うことにも一理ある。この先行き気がかりじゃって。主らまだおったのか。ババ様、はい、どうぞ。ん？あれ、前期は？はて、お堂の方ではないかの。あいつまた寝てんの？千秋、前期殿はここんとこ疲れておいでじゃ。そっとしといてやれ。ダメよ、ご飯はちゃんと食べなきゃ。前期、ご飯よ。いらねえ。ねえ、料理が冷めちゃうよ。いいからほっといてくれよ、眠いんだ俺様は。前期、消えやがったな。今後か。また来たわ。キリがね
あ、あれは。なんだてめえら。我が血を受け継ぎし者、千秋。誰？時を超え、三世を行き交う者にまみゆるべし。さすれば、大いなる力を得ん。何それ、どういうこと？待って待って待って、夢。大いなる力。ああ、うめえ。こんなところに。誰にやられた？これを、さき様に。おい、しっかりしろ。おい、おい。そうか、影荒野からの使いがの。襲ったのは多分カルマの手先だ。よくこの仏様を取られずに済んだものじゃ。これは。地図のようだな。こんな時間にどうしたの？ソーマさん、体の方はもういいの？ああ、大丈夫だ。心配かけちまったな。千秋、これを見てみよう。何なのこれ？ばあさん、ひょっとして。さよう、これこそまさしく金剛符の在処を伝える隠し絵じゃ。金剛符？遠く縁の行者オズム様がおわした時代に存在したと言われる幻の黄金の斧、すなわち金剛符。これを持つ者は時を超え空間を超えて無限の力を得るという。時を超え空間を超えた無限の力。時を超え三世を行き交う者にまみゆるべし。さすれば大いなる力を得ん。千秋、それをどこで？夢。夢？そう、さっき不思議な夢を見たの。金剛符がまだこの世に残っていただと。前期、前期殿は知っておられたのか。忘れもしねえぜ。昔俺様が使おうとしていたのを大角のやつがまだ早いとかなんとか抜かしてどこかへ隠しちまいやがったんだ。これは前期殿のルドラに代わる強力な武器が手に入るやもしれぬぞ。でもそれがどうして今になって。つまり前期殿にとってその武器が必要になるほどに。邪道士どもの攻撃がキャビアになってきておるということじゃ。それを言うならシビアです。よし、決まった。善は急げってやつですか？善は拙僧の方が得意じゃて。違う。ばあちゃん、それってどこにあるの？
俺によれば聖なる不老不死の山とある。不老不死の山、千年前は誰もがそう呼んでいた山じゃ。なるほど、金剛府か。そんなものが存在していたとはな。どうする気だ、ドレ。貴様こそ。ん？これはこれは、カルマ様。やはり三人揃っていないというのはどこか寂しいものです。アンジュは残念なことでした。何か動き出したようですね。ギョイ、不吉です。全ての星に競争が出ています。ご心配なく、私にお任せを。頼みましたよ、グレン。かしこまりました。ゴーラ、仰せの通り。今こそ残ったそなたたちが力を合わす時なのです。さあ行きなさい。年寄りには応えるわい。わしゃ平気じゃがの。はい。いやはや、ミラクルパワーじゃの。ババ様の場合、ミラクルババなんちて。クリーッ！年寄りをからかうと痛い目に遭うぞ。と、飛んだ。まさにミラクル。どうやらこの辺りらしいな。カルマ様は金剛府とやらを恐れているのではないか。それは我々の知るべきことではない。ふん、それはどうかな。何が言いたいのだ、ゴーラ。カルマ様の真意確かめねば。ゴーラ、貴様、カルマ様に双心ありというのか。はて、わしはただカルマ様の言うことをいちいち真に受けていたら己を失うことになりかねんと言ったまでだ。我々はカルマ様のご意志に従ってさえいればよい。カルマ様を邪魔する敵を根絶やしにする、それが我々の使命なのだ。ちっ、若造が偉そうに。来た。ここじゃ、ここじゃ。変ね、これで行き止まりよ。道を間違えたか。なはずでは。磁石も全く効きません。お、サキばあちゃん、こっちじゃ。うわあ、これは見事じゃ。ここにいるのは。おめえら、どうしてここが。愚か者め、貴様らの動きなど手に取るようにわかるわ。上等だ。この間の礼たっぷりと返してやるぜ。威勢だけはいいな。ドゥレン、手を貸そうか。手助け無用、一人で十分だ。では任せたぞ。さあ行け、しもべどもよ。お疲れのじゃ。この拷問に毒の粉を振りまいておるぞ。しみれる。クリバヤシ、これクリバヤシ、思う存分奴らの生き血を吸い取るがいい。痛い。己じゃ、どうし。やろう、調子に乗りやがって。こいつって。金剛府は渡さん。ここが貴様らの死に場所だ。
ち。臨病当者怪人列在前か。ゼッキー、サキバーちゃん、ゼッキーが。やはり今のゼッキーどもは体力が衰えているのじゃ。千秋急げ。ええ、ゼッキーこっちよ。大丈夫？千秋、早く俺様を。ダメ、それはダメよ。何を言ってやがる。だってそんな体で。詰め込め言わねえで早くしやがれ。わかったわ。我とくる真の呪縛、美女の刃にて封じを断。バズラオンアーク、減塵せよ、マジ前期。小森の100匹や200匹退治できる。ここか。金剛符を手に入れればカルマに代わってこのワシが。そこで何こそこそしてやがる。カルマの手先め、絶対に勘弁できねえ。まずはてめえからだ。覚悟しろ。うるさいハエどもだ。これで貴様らも終わりだ。他愛もない。鬼神も召喚されねば、ただの小アッパというわけか。ゼンキ、もはやこれまでか。邪道り超烈弾。何？これは。タルは誰ぞ。聞け、今時期の竜よ。我こそ金剛符を持つにふさわしき者なり、我に授けよ。違う、こいつら邪道士だ。悪事に利用しようとしてやがるんだ。貴様、邪魔するな。てめえ、こいつ。愚かな人間ども、千年の時を経てもなお醜き争いをやめることができぬか。竜よ、聞いて、私たちどうしても金剛符が必要なの。だから問答無用。そうか、主の御法輪、そして前期殿の体が竜の力に共鳴したのじゃ。これほどまでに望むとあらば、時を超えて再び参るべし。
そなたたちは何者じゃ。答えよ、どこから来たのじゃ。あなたたちは誰なの。ここは一体どこ。